アメリカの8月のジョルツ雇用動向調査によりますと、非農業部門の求人数は804万人で、前の月から減少するとの予想に反し32万9千人増加しました。業種別では建設業のほか、州や地方自治体など政府も求人が伸びています。一方、仕事を自発的に離職した人の割合は 1.9% で、2020年6月以来の水準に低下しました。